まあ、斉藤くんかっこよくやってさ、まあ、うん、いいと思うんだけどさ、はい、ちょっとあれだよね、ちょっと遅刻多いよ、最近。なんか生活だらしなくない最近、ちょっと。そこら辺直したほうがいいんじゃない。そうっす。それはでもそうっす。いつだっけ、見た目良くなってるけどさ、なんか、さっきなんかコラボの時とか、柴田とのコラボの時とかもね、うん、遅刻したりとかさ、うん、ちょっとこれ話すか、ちょっと真剣な話を少し、あんまり来て、ちょっと。そうですね。遅刻がなんかあったよな、2回ぐらいあったの、最近。そうですね。あの、柴田の時とか、殴られ屋さんの時もあったね。ああいうのをちょっとね、今後なくしていきたいなって、やっぱ、ね、まださ、最悪、俺らメンバーだけの撮影だったらさ、最悪いいとして、まあ、よくないけど、はい、コラボって相手がいるわけだからさ、はい、相手の方に迷惑かけちゃうし、はい、まあ、そういうのは本当に、まあ、社会人としてさ、遅刻ってよくないし、まあそうですね、まあ、信用なくすというか、はい、そういうのは気をつけてほしいなっていう。はい、まあでも、1回ならいいけどさ、なんかもう2回、3回ってやってるわけじゃん、今。はい、まあ、ちょっとよくないな。はい、うん、なんででも遅刻しちゃうのかな。でもそれさ、なんか原因をさ、はい、突き詰めないとさ、ちょっとダメじゃん。なんか斉藤くんの考えはどうなの、その遅刻してもいいかなっていう思ってる、ちょっと。いや、思ってないですよ。思ってない、はい、でもさ、一回さしてなんか迷惑かけたなって思ったら多分二度としないと思うんだけど、はい、それからまたしちゃってさ、はい、でなんか俺が電話してさ、あの寝てたのにさ、なんか起きてますとか言ってさ、遅れてくるわけやん、はい、それは何でかな。もう何、その目覚ましかけ忘れたとかそういう感じかな。そうですね、うん、なんか緊張感がないというか、なんか、はい、仕事だと思ってない部分がないかな、ちょっと。なんかそれは多分あるかもしれないね、はい、そう、その辺がちょっと最近見えるから、斉藤君に、はい、なんだろう、なんか格闘技とかもさ、なんかちょっと前よりは力が入ってない感じがするんだよね、少し、はい、毎日ジム行ってたじゃん、前は、はい、まあ、怪我したりとかもあると思うけどさ、なんかその辺の意識もなんか下がってるような感じはすると思うし、はい、ね、その怪チャンネルでのその斉藤くんの役割ってさ、はい、一番その斉藤くんの頑張ってる姿に心を打たれる人が多いと思うんだよね。なんかやっぱ運動が苦手なんだけど、その苦手な斉藤くんが一生懸命格闘技やったりとか、まあ今ボディービル挑戦してるけど、その一生懸命やる姿で、まあ同じような人たちが力もらってとか、はい、勇気もらってっていう人が多いと思うんだけど、はい、そこで怠けちゃったらさ、なんかもう斉藤くんの良さがないというか、はい、うん、なんか言い方悪いけど、なんかその俺のチャンネルに必要ないなって思っちゃうよね、はい、うん、なんか特別なんだろう、そのカメラ撮るのがうまいとかさ、企画力がすごいとかを言うわけじゃないじゃん、別に、はい、だからそので、そんな中で今遅刻したりとか、はい、うん、してるともうなんだろうな、使いようがないっていうか、はい、そういう感じなんだよね。そうだから、なんだろう、まあ言いづらいけど、はい、まあ一旦ちょっとなんだろう、メンバーとしてじゃなくてさ、はい、なんかもうスポットで出てもらう感じに帰れないかなみたいな。ああ、はい、うん、なんかもうメンバーを一回離れて、はい、うん、まあ、その都度 出たらそこでお金を払うっていう、はい、まあ、1回につき、まあ、2万とか3万、はい、っていう感じにしていきたいなっていう、まあ、大森ともなんか相談したりしてたんだけど、はい、まあ、大森はね、もともとさ、なんだろう、会社辞めて、はい、地元からこっち引っ越してきてくれてっていう、はい、そこまでして来てくれてるっていうのも あるから、まあ、今後もやっていきたいと思うけどさ、はい、うん、まあ、斉藤くんのさ、今のそのなんか怠けてる感じ見ると、はい、なんかあんまりなんだろう、今後必要と感じないというかさ、はい、うん、って思うから、そうしたいんだけど、どう思う、斉藤くんは。いや、今も本当に異論はないですね。
いいのそれ。そうですね、まあ本当にこう、まあ、自分がやってしまったことなんで、そこに異論はないというか、うん、まあでもそうですね、こう決まってる、まあ、試合とコンテストは、うん、やりきりたいなとは思うんですけど、うん、そうですね、それはやりきらせてほしいっていう感じです、うん、でその後はもうどう、そのまあ多分さ、そのスポットで出るだけだと、はい、今まではさ、その収益のナンパを斎藤君に給料として払ってさ、多分普通に生活できるお金は多分給料としてあげれたと思うけど、はい、多分これからは多分月3本とか出てもらうっていう感じで、多分なんだろう、10万ぐらいしか渡せないと思うんだよね、はい、そうすると多分生活も苦しくなると思うけど、どうする？え、普通に働きます。働くの？はい、じゃあ斉藤君そんな感じでどう、納得 できるか、うん、正直なところも辞めたくないというか、うん、本当になんかこう申し訳ないというか、うん、まああるんですけど、でもやっぱり辞めたくないというか、もう一回、まあ、チャンスもらえないかなっていう、本当にもう寝坊とかはしないで、うん、なんかもうちょっとこう様子を見てもらえないですかね、うん、でもさ、一回目やった時にさ、もう はい、そういうこと言ってたわけじゃん、はい、絶対しませんよみたいな、で結局その後もさ続けてやって遅刻してるわけだからさ、うん、なんかその言葉にも信用はないよね、やっぱり、うん、まあそうだね、ちょっと厳しいかな、やっぱこの先一緒にやっていくって、うん、だからまあ今月いっぱいも決まってる撮影は一緒に前やってもらって、うん、まあその後は、まあ斉藤君が望むならスポットでまあ出てもらったりとか、はい、っていう風にしたいから、はい、まあそうね、就職先探した方がいいかもしれないね、はい、うん、そうですね、おもねどう、どう思う？あの、やっぱ社会人としてね、やっぱダメなことだからさ、ちゃんと就職したことない大変だと思うけど、はい、来月から毎日動いた方がいいと思うよ。そんな斉藤君にとっておきの就職先をね、用意しましたので、斉藤君にねとっておきの、あの就職支援サービスを紹介します。一秒も笑えない顔言う来月から職を失う斉藤君に、じゃあ、 あの就職支援サービスの方のね、あの紹介を、そうですね、はい、お願いします。まあまあまあ、まずね、ドッキリですね。泣きそう、泣きそうやん。斉藤君ごめんごめん遅刻でクビになるわけないやん。大丈夫だよ斉藤君遅刻でクビはないよ。厳しいなと思ったと思うよ。まあでもよくないですからね、遅刻はね、うん、まずちょっと直してもらって、そこはね、やっぱね、会チャンネルにも絶対斉藤君が必要なんで、いてもらわないと俺が困るんでね、逆に。まあ、クビにするなんてことは絶対ないんですけど、まあ、今日はね、なんとね、